沖縄女子宇宙高校1年の高谷のり子です。これまでいろいろ皆様にもご迷惑をおかけいたしましたがようやくマシン兵器 RX-7 の操縦にも慣れて、稲妻キックもそれなりにこなせるようになりまして、あの憧れのお姉様と宇宙へ行けることになったのも全て皆様のおかげであると感謝感激の高谷であります。ついこの間までは私もドジでのろまな亀でありました。私にとってお姉様はどんなことをしても手の届かない別世界の人のようでした。でもそんな私にコーチは努力の2文字を叩き込んでくれたのです。お姉様だって何の努力もなしにあそこへはいけないんだ、私たちと同じ人間なんだって分かったの。だから私の言いたいのは、努力ってすっごく大切なことだと思うんです。頑張って頑張って頑張り抜いて、それで何かを得る、その時生きててよかったなって本当に思えるの。だから私、宇宙へ出てからもへこたれないように頑張ります。みんなも頑張ってくださいね。